イエーイ、オルマン、チルドさん、イエーイ、イエーイ、オルマン、チルドさん、イエーイ。どう撮るんだっけというわけで、どうも、ティラです。高実写動画を撮るのはね、ほとんど1年ぶりぐらいになるんですよ。前回撮ったのが、キースドラゴンの時だから、まあ1年ほどじゃないんだけど、自分の中にある、動画集では1年ぶりなんですよね。なんで、今日はね、何しようって考えたんですけど、何も考えてないんですよね。じゃあ、あれだ。決めた。ティラのアパートツアーということで、抜き打ち。掃除しときやがったー。というわけで、こちらがいつものね、パソコンの部屋ですね。はい。こちらがいつものパソコン。まあ、皆さんが想像してるゲーミングなね、感じの。パソコンとなってます。今でもお世話になってますね。1年間お世話になってますよ。いやー、配信のね、速度が格段に違うし、動画編集の速度もだいぶ変わったね。なんでね、買って後悔はしてないし。高かったけど。2つ目のディスプレイです。2つ目のディスプレイがあるんですね。デュアルディスプレイがあることによって、編集が楽になったり、例えば片方は YouTube を映して、片方は編集とか、そういうこともできる。いや、二つね、あるのはでかいね。そのせいでですね、テレビマジで使わんくなったんすよ。テレビマジで使わないんだよな、困ったことに。はい。テレビ下こんな感じです。まあまあまあ、まだ可愛い方じゃないですか。ちょっとタコ足配線気になりますけど、まだ可愛い方じゃないですか。なんかこうしてみると、テレビ周りは。まだ可愛い。まだ可愛いと思うんですよ。何でもあるな。漫画だらけじゃねえか。ちょっとね、なんか、読みたい時とかにね、置いてるとね、すぐにこうなる。悪いとこだな、これ。これはさ、ごめん、ちょっとこれはさ、ひどいよ。何これ、え、何、破壊神が通った後、なんか破壊神が通った後みたいになってるのよ、これ。ここ、なんかもうさ、なんかもう汚い言葉出てきちゃうよね。うん、汚いところには汚い言葉が出るわな、そりゃ。おいおい、なんだこれは。足の踏み場もないっていうのはこのことを言うんやなって思いますよ。はなはなね。うん。何がどうなったらこうなるのよ。足の踏み場がないやんか、ここ。ここ行って足の踏み場ないやん。スーパーカップの食べ置きがまだ食べた後のカップを捨てていない。やばいなぁ。こういうとこ見られんね。こういうね、だらしないところが見られるっていうのがチラさんなんですよね。一人暮らしだとこうなります。はい。で、みんなに見せたいものがあって、はい、こんな感じです。ここだけ見るとなんかさ、あれ、ティラさんあんまりフライパン使ってないと思うじゃないですか。フライパンね、割と使いました。肉焼くときとかにね、よく使ったんで、その結果ね、ゴーちょっと待って。すげえことになってんだけど。もう、汚いね。フライパンがもうね、悲鳴を上げてるよ、これは。前より大きいんだけど。新しいフライパンをね、この度買いました。はい。裏もまだ綺麗よ。うん。全然使ってないからね。あと、新しいフライパンに変わると違うね。うん。火が通りづらくなってたからさ、今まで。まあ、新しいフライパンがね、一応あるんでね、これを使っていこうと思います。こちら。鍋です。両手鍋です。これがあることにより鍋を作ったりとか、おでんとかね、できるようになりました。
まあでかいね。鍋があるだけでね、パスタとかもできるしね。こういう料理の発展ができるようになったもんね。普通にね、うん、楽しいよ、やってると。ただ、どうしてもね、鍋とかの出番はね、ちょっと少なめだったりするね。まあでもこの前、キムチの、担々麺の鍋食べたし、普通にね、やっぱ楽だね、あると。ちょっと汚いな、ちょっと汚いな、これは。いや、必要なもんを買ってるとこうなるんだよな。整理整頓っちゅうもんが分かってないよな。うん、チラさんに誰か教えてあげて、整理整頓って言葉。おー、シンクは割と綺麗だったわ。もう割とね、うん、ひどい時はね、ちょっと跡が残ってるんでね。よいしょ、この黒いスポンジとかで水垢取ったりとか、重曹があるんで、はい、あまりにも目に余ってる時は重曹を使ったりしてます。まあお風呂場もそんな特筆して汚いっていうところはないと思うんだけど、お風呂場も別に、まあお風呂もね、1ヶ月に1回ぐらいは掃除してるから、頻度ともかくね、頻度はともかくよ、うん、そこまでって感じだね、うん、ちゃんと掃除はしてる、必要最低限の、うんうん、まあ、そこまで気になることはないかな。うん。流しちょっと汚いな。洗面台ちょっと汚いな。この黄色の赤が目立つな。うん、定期的にやってたつもりだったけど、つもりだな、こりゃ。黄色の赤が目立ちますね、ちょっと。歯ブラシとかは定期的に変えてるんやけど、ちょっと黄色の赤が目立っております。普通じゃない割と普通じゃない。なんか変なやましいもんとかは入ってないっすよ。やましいもの、冷蔵庫にやましいもの入れることはないやろうけど、そもそも、まあ、冷蔵庫は浮いたって普通です。これミスタードーナツです。これミスタードーナツ食わなあかんな、これ。昨日買ってきたんだっけ。まあ、あとはね、パン、朝に食うパンとか。朝パン派なんで、僕朝菓子パン派なんで。あとまあスーパーの半額のおかずとか、やっぱそのあたりは多くなっちゃうね、どうしても。まあ、こう意外と普通だったな、抜き打ちでやると。抜き打ちでやるとね、面白いものが出てこないんだよね、たまに。冷凍室ですね。冷凍室はね、冷凍のハッシュポテトとかが好きなんで、このあたりとか、冷凍チャーハンとか、あとスーパーカップとか、必須なんですよね。僕スーパーカップね、欲しいんよ、どうしても。で、冷凍ご飯がないわ。ファイルの方はね、まあ今でもね、実はね、僕なんだかんだ言って黒ブリやってるんですよ。このようにね、キースドラゴン専用ファイルがあったりとか。キースドラゴン、もうどこ見てもキースドラゴンやからね、これ。これいいよね、キースドラゴンしかいないんだよね。キースドラゴンしかいません、このファイルには。キースドラゴン、どこめくってもキースドラゴンです。元長いしましたから、これ。キースドラゴンに囲まれる生活をね、辛いことがあったらキースドラゴンを見る。鉄則です。こちら公式から発売された、大型バインダーです。まあ、こちらもね、黒ブレのカードがね、いっぱい入ってますよ、ほら。ほら。ほら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 。ちょっと段別にね、分けてるんで、かなりのね、枚数がね、入ってますよ、これ。で、まあ、近々ね、バインダーその2が発売されるんでね。その時はそっちにね、いくつかのカードを移行しようかなって思ってます。はい。なんだかんだに黒ブレやってるんですよね、僕。ドラクエが好きだからやってるんですよ。ドラクエも好きだし、ダイダイも好きです。はい。苦手なのは黒ブレのゲームです。というわけでですね、まあ、今回抜き打ちのお部屋調査、とりあえず総評としては汚いね、相変わらずね。汚いとこ変わらへんね。まあ来年の抜き打ち調査ではね、どうなるか。いや、こういうのは友人呼んだ方がいいんだよな。友人に評価してもらう方がいいんだよな。うん。じゃ次回はさ、抜き打ちでちょっと友人に来てもらおうか。じゃあ今回はこのぐらいでね、実写動画の方終わりたいと思います。じゃあね。ふい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 。